岐阜県高山市の東山中学校では40年以上前から卒業式の日にお世話になった先生を担ぎ上げる卒業みこしが行われています。卒業生91人がクラスごとにおよそ1ヶ月かけて制作したみこしには担任のイラストや感謝のメッセージを記したカードなどが貼られています。今日は卒業式の後、教職員らを順番にみこしに乗せ、感謝の気持ちを込め校舎の前を練り歩きました。今年は新型コロナの影響で在校生は教室の窓から卒業みこしを見守る形になりましたが、卒業生からは伝統の行事ができたことに喜びの声が聞かれました。東山中の伝統を、まあ、このコロナ禍でも受け継いでできたことが誇りに思います。中学校入ってずっとやってみたかったのですごい楽しかったです。担任の先生なのでその楽しいし感謝の気持ちはよく伝わると思います。子どもたちの気持ちが伝わってきて噛み締めながら乗ってました、まあ、主役は僕じゃないんですけども、この1年間の思い出が頭によぎるそんな瞬間だったので、もう本当にこの上ない最高の喜びでした。